剣討史を描いた古代の陶器。ガロロマン文明博物館像。クリクススは、共和制ローマ時代の剣討史で、第三次奴隷戦争の反乱軍指導者の一人。紀元前73年にスパルタクス、オエノマウスと共にカプアの養成所を脱走して、ローマに対する反乱を起こし、数度にわたって討伐軍を撃退した。紀元前72年に反乱軍が北上を、 開始するとスパルタクスと分離して別行動をとり、失政官の率いるローマ軍団と戦って廃止した。スパルタクスはクリクススの追悼のためにローマ人の捕虜に検討し自愛をさせて犠牲に捧げた。クリクソスとも日本語表記される。検討士たちが立てこもったベスビウスさんクリクススはガリア人であり、何らかの理由でローマの奴隷となり、 南イタリアのカンパニア地方のカプアにある工業市レントゥルスバティアトゥスが所有する、検討士養成所に属した。検討士は、戦争捕虜か罪人、そして反抗的なために主人に売り飛ばされた奴隷が多かった。強い検討士は、富と名声を得ることができたが、その社会的地位は売春婦と同様と見られ、奴隷の中でも、最下等の者たちと下げまれた。 クリクススの放棄以前の経歴や検討士としての戦歴について古典資料は何も言及していない。バティアトゥス養成所にはガリア人とトラキア人が多く所属していたが、工業士は横島な考えを持って彼らを一つところに押し込んでいた。紀元前73年、バティアトゥス養成所の検討士、約200人が脱走を計画したが、密告によって露見したため、検討士たちは、 台所道具を武器に合走を強行し、およそ70人の剣道士が養成所を逃げ出すことに成功した。逃亡の途中で剣道士用の武器を積んだ入馬者、数台と出くわした彼らはこれを襲って武器を手に入れ、ベスビウスさんに立てこもった。剣道士たちは、ガリア人のクリクススと、オエノマウスそしてトラキア人のスパルタクスを指導者に選んだ。 古代の歴史家アッピアヌスはスパルタクスが指導者であり他の二人はその部下であるとしているがリブィウスやオロシウスは三人は同等の指導者であったことを示唆している。検討士たちは周辺の農場を略奪し彼らに交流する奴隷もいて逃亡奴隷の集団はその数を増やしていった。カプアからの討伐隊が差し向けられたが撃退されて武具を奪われ逃亡奴隷たちは 持っているだけで不名誉な剣刀士の武器を捨てて、ローマ軍の武具を装備した。当初、元老院はこれを反乱ではなく、盗賊の類と考えており、その討伐に法務官のグラベルを派遣した。グラベルの討伐軍は、数で反乱軍に勝っていたが、正規のローマ軍団ではなく適当に借り集められた、寄せ集めに過ぎなかった。グラベルは、ペスビウスを包囲して、を立ち、 逃亡奴隷たちが飢えて降伏するのを待ったが、スパルタクス、クリクシス、そしてオエノ・マウスの率いる反乱軍は、奇襲をかけて、グラベルの討伐軍を殲滅した。元老院は、ホ務官ウアリニュース率いる第二の討伐軍を派遣したが、これも撃退された。これらの勝利によって、反乱軍は7万人にまで膨れ上がり、ノーラ、ノチェーラ、トゥリそしてメタポンテュムを襲撃し、 南イタリアで東映に入った。指導者の一人のオエノマウスは初期の戦闘で戦死している。クリクスが最後の戦いを行ったガルガーノの高地。翌紀元前72年に反乱軍は北上を開始した。プルタルコスはアルプスを越えて奴隷たちを故郷へ返すことが反乱軍の目的であったとし、一方アッピアヌスやクロルスは ローマ新軍が彼らの目的であったとしている。この際に、クリクススは、約3万人の集団を引き連れてスパルタクスとは、別行動をとった。ドイツのモムゼンやソ連の AW ミシューリンをはじめと、する近現代の多くの研究者がスパルタクス派と、クリクスス派とに反乱軍が分裂したとしている。逃亡奴隷の一部がアルプスを越えて脱出するよりも、イタリアを略奪することを望んでいたと、 プルタルコスも述べており、彼は分離した集団を、傲慢さと無資料によって、スパルタクスの本体から離れた、ゲルマン人と記している。紀元前1世紀の歴史家サルスティウスの著作には、クリクス派の人々は、敵に向かって進み、戦うことを欲したとの記述がある。スパルタクスとクリクスが分離した原因については、大まかに3つの立場があり、第一の立場は、 奴隷の個国機関を計画するスパルタクスに対して、クリクススの集団はイタリアに止まり、略奪と復讐を続けることを望んだとする説である。第2の立場は、ドイツの歴史家モムゼンや西ドイツの古代史家、フォークトなどが述べたもので、不和の原因を民族イコール種族対立に求め、トラキア人のスパルタクスの集団と、ケルトゲルマンのクリクススの集団とに分裂が生じたと、する説である。 第三の立場は、AW 密集ンが提唱し主にソ連のシカが指示した解釈で、不和の原因を社会的背景に求めるものであり、奴隷とこの反乱に参加した貧農との間に戦争目的をめぐって立場の相違が生じ、イタリアに泊まって土地の再分配の実現を求める貧農がクリクススに従ったとしている。クリクスの名誉欲やスパルタクスに対する、 不信感といった個人的な感情を動機に挙げる研究者もいる。第二次世界大戦後になって、これまで通説となっていたスパルタクスとクリクススとの不和イコール不統一による分裂は存在せず、地域の分担による別行動に過ぎなかったとする説や両者に不和はあっても、基本方針的なものではなく、反ローマ闘争の戦術的なものだったとする説も提起されている。 自由農民の反乱参加を重視する研究者は、スパルタクスの故国帰還計画に反対するクリクススは、イタリアに生まれて、故国の記憶を喪失した奴隷や自由農民から指示を受けていたと想定している。グラベル及びワリニュース両法務官の敗北に危機感を持った、元老院はその年の失政官であったレントルスと、ゲッリウスの率いるローマ軍団を派遣した。ゲッリウスの軍団は、 イタリア南東部のアプリア地方のガルガヌス山麓でクリクススの率いていた反乱軍3万と戦った。この戦いについてはサルスティウスの著作エストリーに若干の記述があり数に劣るゲッリウスの軍団は高地に2列の戦列を組んで敵を待ち構えクリクススがこれを攻撃したという。クリクススは兵を率いて丘に陣取るローマ軍に3度突撃したが突破できず 4度目の突撃で戦死した。クリクスス軍は壊滅し、反乱兵の3分の2が殺された。この戦いには後に、カエサルの性敵となる若き昇華党も従軍しており、戦勝を喜んだゲッリウスは、武将の昇華党にも報奨を与えようとしたが、彼はこれを誇示したという。その後、スパルタクスはレントルス及びゲッリウスの軍団を連覇して北イタリアに到達した。 ここで、スパルタクスは戦死したクリクスの霊を弔うために、ローマ兵の捕虜300人に死に至るまで、検討し試合をさせ、犠牲に捧げた。この、スパルタクスの行為については、かつて検討士として、ローマ人の慰みに戦わされたことへの復讐とする、見方が、一般的だが、スパルタクスの故国トラキアの個人に犠牲を捧げる、葬儀観光にのっとり取り行われたものであったとする。 説もある。スパルタクスは何らかの理由によってアルプス越えを行わず、軍を反転させて再び南イタリアへと向かった。翌紀元前71年に、スパルタクスの反乱軍はクラススの軍団によってイタリア半島南端部に押し込められた。スパルタクスは決戦を挑んで敗れて戦死し、反乱軍は全滅した。英語の古典資料は、 関数、説の形式で表記する。ありがとうございます。